皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうもどうも。遠周魚眼レンズってご存知ですか？皆さんこういう風に撮れるやつなんですよね。普通の魚眼レンズよりももうちょっと特殊な写りのする魚眼レンズで、遠周魚眼レンズ、サーキュラーフィッシュアイとか言われますね。で今日はですね、このサーキュラーフィッシュアイのレンズをご紹介したいんですけども、こちらメイケっていうメーカーで発売されている 6.5mm の F2 という遠周魚眼のレンズです。 APS-C マイクロフォーサーズに対応したレンズになっています。星空の写真を撮る人、星景写真撮る人はですね、遠周魚眼レンズ1個あるといいよって言われてるんですよ。まあ私富士フィルムユーザーですけど、まあ、富士フィルムユーザーには全員におすすめしたいなっていうレンズですね。というのもこれですね、価格がですね2万円を切るんですよ。めちゃめちゃ安いレンズで、でその値段の割にはですね結構よく映るんですよ。なので今日はこのレンズのレビューをしたいと思います。それでは行ってみましょう。遠周魚眼レンズっていうのは、まあ、魚眼レンズとまた違ってですね、普通の魚眼レンズってこういう感じで映るんですよね。水平線がねこう歪むっていうか、でものすごく幅広く撮れるっていうものなんですけど、遠周魚眼レンズはこういう風に撮れます。周りがこう真っ黒で、そこにこう丸くね写真が写ってるというのが遠周魚眼なんですよね。ですごく広く撮れるのが特徴です。でこれ今 XT3 につけた状態ですけど、まあ、こういう感じなんですね。ボディに装着した感じはこういう感じになります。皆さんこのメイケっていうメーカーですね、あまりご存知じゃない方多いと思います。実際ですねこれメーカーホームページとかないんですよ。Amazon さんとか、まあ、家電量販店でも扱っているものなんですけどね、まあ、なんかどうやら香港のメーカーみたいですね。でいくつかレンズは出しているんですけども、今私の手元にあるのはこの6.5 の F2 というこの遠周魚眼レンズです。というのもですね、これ私前から持ってたんですよ。ずっと使ってたんですね。で今回レビューの依頼が来て、それなら私も持ってますということで、まあ、このままそのままレビューをするわけですけども、実際この遠周魚眼レンズですね、昼間も撮影できるんですね。まあ、こういう感じで、写真が撮れます。すごい昼間写真撮ってもちょっとなんかアーティスティックな感じで撮れるっていうんですかね。これオートフォーカスのレンズではないので、マニュアルフォーカスのレンズになります。基本的には昼間の写真撮るときは絞り優先ですね。シャッタースピードをオートにしてもらって絞り優先で撮るっていうのが、まあ、基本的な撮影方法なのかなと思います。このレンズは190度撮れます。で180度よりももうちょっとワイドに撮れるっていうことですね。だからこう自分の握っている手とかもちょっと映るので、気をつけなきゃいけないような感じになります。重さが 300g と非常に軽くて、まあ、作りはですね、まあ、値段考えると結構しっかりめに作ってるんじゃないかなという感じします。で F2 なので非常に明るいところから F22 までこう絞りがこう絞れるようになっています。カチカチカチっていうクリック感とかなくこうスムーズに動く感じですね。動画用のレンズのような感じで絞りのリングが動きます。フォーカスリングは、まあ、そんなに硬すぎず緩すぎずっていう感じで、ちょうどいい感じでピントが合わせられます。じゃあ実際にこれで撮った星の写真をお見せしたいと思うんですが、比較対象としてもう一個レンズ、まあ、このレンズには触れとかなきゃいけないだろうなと思うんですけど、まあ、これも私持ってるレンズなんですけどね、ラオアっていうメーカーで 4mm の F2.8 っていうサーキュラーフィッシュガイ遠周魚眼があるんですよ。こっちはですね210度さらにワイドに撮れるっていうレンズなんですよね。これとの違いっていうのも比較していきたいなと思います。じゃあまずはですね、このメイケのレンズとこのラオアのレンズ、まあ、それぞれ撮った星空画像っていうのを比較しつつ、まあ、こっちの説明をしていきたいと思いますので見ていきましょう。はい、でこれがですね、そのメイケの、6.5mmF2 の状態で撮影したやつですね。でここのですねメタデータ、撮影データなんですけど、感度 6421mm って書いてますけど、実際はこれ、6.5mm の 1.5 倍ですから、
10ミリってことなのかな、10ミリの円周溶岩ってことになりますね。で F1.0 って出てますけど、これはマニュアルレンズなんでこうなります。 F2 で撮影します。で15秒っていう風に撮ったものがこれですね。で XS10 使ってますね。でこれ XS10 で撮影したものですね。はい、で実際写真見ていきましょう。写りを見ていきますけども、拡大してみますね。おお、2万円ですよこれ。いいんじゃないですか、2万円ですよ。ちょっと周辺も見てみましょうか。まあ周辺はねさすがにね、こうなんていうか V の字みたいな感じで流れちゃうのはしょうがないですね。円周溶岩は結構こういう風に写るの多いんですけど、 もちろんちゃんと端まで点で写るやつもあるんですよ。この値段で、まあ、この中心像が得られるんだったら全然いいんじゃないのって感じですね。で、今これですね、フリンジ低減をかけてまして、実際こう、ちょっとね、パープルフリンジ、ブルーフリンジ、青ハローってやつですね。ちょっとこういう星の周りにこういうのが出ます。で、これは画像処理で、ここのですね、フリンジ軽減っていうのがあるんですよ。この適用量ですね。ここのところを、ちょっと、2でいいですね。ちょっと分かりづらい方は、この星とか見ててください。この星見ててください。いきますよ、0です。1、2って感じですね。こっちの青ハローの方も消えましたね。はい、という感じで、画像処理で消えますよということですね。2万円以下のレンズって考えるとほんといいですよね、これね。超いいと思います。でこっちがラオアの、円周魚眼レンズで撮ったやつですね。あのさっきの、メイケと比べると映ってる範囲が小さくなりますね。こっちのラオアの方はですね、多分ですけどマイクロフォーザーズ用基準に設計されてるんですよ。だからマイクロフォーザーズで使うのがベストなんだと思う。でそれをそのまま APS-C 用に転用しているので、こんな感じに映る範囲が少なくなっちゃうんだと思いますね。だから画素はねちょっと少ないっていうかもったいない感じになるんですよね。ただ製造はねこっちの方が鋭いです。鋭い、フリンジとかも少ないしね。まあ値段考えるとこっちの方がちょっと高い分、製造がいいですよと。周辺像もさっきメイケの方は、思いっきり流れたら、まあこの辺もちょっと流れてますけど、その周辺の流れ方もちょっと軽微ですよっていうところで、像のシャープさはラオアの方がいいんですけど、この映る範囲がねちょっとちっちゃくなったりとかして画素がもったいなかったりするので、 APS-C 用で使うんだったらこのメイケの方がいいのかなという感じはしますね。まあこの中心像もねすごい鋭いですしね。うん、というわけでまあ星空撮影適性としては、まあ、十分合格ということで、値段考えるともう十分すぎる性能だと思います。続いてはこのレンズを使った時の注意点をお伝えしたいと思います。今ですね XS10 にこのメイケの 6.5mm の F2 がついている状態です。この XS10 でこの深いグリップが特徴なんですよね。でそうするとですね、ちょっと今私の汚い部屋を映しているんですけど、こう握るとちょっと手映ってますよねこれね。だから XS10 使ってる人はこの手が映らないように気をつけてくださいっていうのと、あとですね、写真をこう1枚撮ってみると分かるんですが、上下がね、上下っていうか上の方がちょっと欠けるんですよね。上の方がちょっと欠けます。で下はちゃんと写ってるんですけど、上がちょっと、なんですかね、完全に円にならない感じで写るんですよ。これですね、手ブレ補正の影響です。だから手ブレ補正がついていないカメラだと綺麗に円になります。でこっちに XT3 あるんで、こっちに変えてみましょうか。はい、今 XT3 に変えました。そうすると綺麗に円になってますね。写真1枚パシャッと撮ってもほら綺麗に円になるでしょ。あとね、こうグリップ握った時にね手が映らないですね。グリップ握っても手が映らない感じになりますので、昼間の写真撮る時も OK かなという感じになります。だからまあどっちかというと手ブレ補正がついていないボディの方が相性がいいということになります。こっちのラオアのレンズとかも本当そうで、このラオアのレンズ、これはまあ、APS-C 用ですけども、マイクロフォーサーズのマウントのレンズを使うと、オリンパスとかパナソニックのカメラで手ブレ補正のついてないタイプであれば、ちゃんとね、綺麗に円になるんですよ。やっぱ手ブレ補正がついてるやつを使うと、やっぱ蹴られます。まあこれね、円周魚眼あるあるなんですね。ちなみにこっちのラオアの 4mm の F2.8 をつけるとどうなるかというと、
はい、こういう感じになります。映ってるラインがちょっと小さくなるんですよね。まあこのレンズは先ほども申し上げた通りマイクロフォーサーズの基本設計の状態でこの APS-C に変換してるので、ちょっと映る範囲がねちっちゃくなるんですよ。だからちょっとね画素がもったいないかなっていう感じはしますけど、まあ全部入ります。でこっちはですね、こう握ったらもう指完全に映るんですよ。これ210度あるんでね。なのでこう手で持って撮影するにはちょっと適さないかなという感じです。映すときはこう手を外してですね、こういう感じで指が映らないように撮影するっていうような感じになりますね。注意点としては2つですよね。だからこう握った時に自分の指が映る可能性があるよっていうことと、カメラによってはその手ブレ補正のありなしで、蹴られがちょっと発生するよっていうところが注意点ですかね。もちろん撮影するときはまあ三脚を使って撮影をするわけですけども、この三脚の設置方法にもちょっとポイントがありまして、一番ポピュラーなのはこうやって前を向けるよりもこうやって真上を向けて広く星を撮るっていうのが一般的だと思います。でその時になるべく高く設置してください。まあ、こういうふうに自分がね横に映るような感じでいると、これ私映っちゃうんですよね。これ何度だっけ、190度映りますから、星空で例えばこれでタイムラプス撮る時とかって周りでチラチラ動いてる人がいると、この周辺ですね、この映ってる像の周辺にチラ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 人が映るわけですよ。それはすごく煩わしいので、自分の目線、背の高さよりも上に設置するようにした方が遠周魚眼レンズでの撮影をした時に、ベストかなという感じがあるので、三脚を高く設置して撮影するっていうことを心がけてみてください。まあ、もちろん前に向けてこうやって撮る分には全然関係ないですよ。うん。真上を向けて撮影するこのベーシックな撮影スタイルの時だと三脚を高くした方がいいですよっていう話ですね。それでは今日の動画は以上になります。最初にも申し上げましたが、このレンズ、メイケの 6.5 の F2 は価格が2万円切ります。2万円切るんですよ。すっごい安いんですよ。もう衝動買いレベルです。だからどんな写りでも普通文句言えないんですけど、結構そこそこいい写りをするので、まあ昼間の風景撮ってる人は今までの作品とは違う遊びをプラスしてみてはいかがかなと思いますし、星の写真を撮ってる人はですね、まあ、特に私みたいに富士フィルムを使ってる人はこのレンズめちゃめちゃおすすめなので、ぜひですね富士フィルムのカメラで撮る星空に、もうワンポイント加えてみてはいかがかなと。まあ、富士フィルムさん、ヨガレンズ出してくれてないですしね。まあ、こういうのがあると非常にありがたいですよ。それでは、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも。